ちは、俺ちゃんです。ゴーダイです。これよりヒーローズ第6戦ジュニアクラスヒート1の模様をお送りいたしまーす。さあ、アウト側からスタートしたものの、あ、やーべえ、完全にこれ俺スタートビリじゃん。あ、ビリじゃん。あ、完全にビリだった。おかしい、俺はスタートわりかし得意なはずでは。あー、じゃらかしたなこれ。あ、ビリだ俺。やべえ、これは厳しいレースの予感。あ、ラッキー、7番さんのおかげで2台パスしました。ラッキー。さあ、このまま後ろ2台を従えて前の2台もなんとかかわしていきたいところですけれども、さあ、もうすぐオープニングラップが終わりますけれども、このままの順位かな、このままだな、このままの順位だな。さあ、今回のレースなんですけども、まずコースコンディションがバチクソベスコンでした。いやー、こんなねベスコンなの久々。こんなベスコンなのにね、俺のコンディションがうんこだっていうね。ちょっとここ最近体調が悪くて、この2週間ぐらいまともにねバイク乗れずで、今ね乗ってる、今ねすごい焦ってます。焦ったおかげでこの後すぐ疲れてしまうんですけども、いや、おかしいな。もう気温もさ下がって涼しくなって、もう俺10分ぐらいだったら普通に元気に今まで走れたはずなんだけど、この日ねいまいちだったね。完全にねこう乗り慣れてないっていうか、なんか体の動きがね硬いっていうと邪念でね、さっぱりでしたね。さあ、ラップタイムは 58.2。ベスコン言ってるんだったら少なくとも57秒台前半は出したいところなんですけども、さあ、この日何が悪いかって、まずコーナリングがよろしくありません。コーナリングのね、なんとかな、焦っちゃってて、まだ全然バイクの向きが変わってないところでアクセル開けてしまっているので、曲がんないんですよねバイクが全然。それがね、今見ると本当にね、やべえ、こことかね、アクセル開けるのがね、早すぎるというか、向きが全然変わってない。何をしてるんだろう俺はって感じですけども、さあ、前に3台いるので、この3台をかわしてなんとかジュニアの、あー、そう、危ない、今左のところに、左側に、後ろの KX の人の36番さんの、フロントホイールは見えましたけれども、危ないよ。ラップタイム 57.4。 あ、ちょっと頑張ってきましたね。あー、できれば56秒台入れたかったんだけどな、あかんかな、調子悪いけどな。ほんとすぐ疲れちゃったんだよなこの日のレースな。さあ、まだ前を見えているので希望は捨てずに頑張ってついていこうとしてはおりますけれども、あー、7番さんいなくなりましたね。そして俺の前にいる 9番さんかな、その前にさらに365番さんはね、俺がもうずっとこうジュニアクラスでいつかは倒さねばならんと思っていた人なんですけれども、毎回あの人ね、スタートがねバチクソうまいからね、レースの前半ではなかなか出会えないんですけども、さあ、このフィニッシュジャンプ、話変わりますけど、今のフィニッシュジャンプがね結構実はくせ者でして、なんかね、この次のねレースでね、この日のレースでね、このレースの前の週でなんと首の骨を折った人がいるという話を聞きまして、そんな話消えちゃったらレース中にあそこ怖くて勢いよく突っ込めないじゃないの。まあ、その首の骨が折れた人の話を後でしますけれども、そういうわけでね、コースコンディションは良かったんだけど、あそこだけちょっとね、いつもあそこ結構アクセルかなり開けて突っ込むんですけど、この日はね、あそこのフィニッシュジャンプの飛び出しのリップの形が変わってて、上に放り上げられるっていうか、前転ムーブな感じでね、ちょっとね、
ちょっと危ない挙動をするんだよね、バイクがね。なのでちょっとかなり慎重に行ってます。さあラップタイムが57秒台をなんとかキープしているものの、少しずつ少しずつ遅くなっております。これは先ほども言った通り、俺が疲れ始めているからですね。コーナリングでやっぱこう曲がりきってないところで変なアクセルを開けたりとかして、やっぱ余分な力使ってるし、ちょっとね緊張しちゃってるんですよね、変なのにね。なのでどんどんね腕に疲れが溜まってきております。あのね、モトクロスするときにね、腕上がりするような乗り方はしちゃいけないなってね、よく分かってるはずなんだけど、俺結構腕上がらないで走れるタイプなんですけど、モトビレみたいなこうコースがそんな難しくないしさ、路面が悪くないコースだから。なのにこの日はもうさっぱりでしたね。イートワンはもうほんとベロベロでした。さあラップタイムが58秒台に入ってしまいましたけど、それでも前の365番さんは見えているので、ここでなんとか倒しておきたいところです。次の3コーナーがあの人苦手なはずだから、ここでインにぶち、今見ました、3コーナーで今俺曲がんなきゃいけないのに、曲がりきれず変な方向に今突っ込んでいきましたね。おかげで365番さんがビビって、あのアクセルを緩めてくれたので、なんかパッシングできましたけど、こんな変な棚ボタンなかなかないよね。いや完全にあの時なんかフロントが弾かれたような感じになって曲がりきれなくて、あのままなんかアウト側にはらんでってしまったんですけど、結果オーライっていうことなんでしょうか、それは。さあラップタイムがさらに少しずつ遅くなっていますけれども、それでもスタート直後に、俺の後ろに入ったRM の人とか、あとは36番さんとかがいるので、なんとかその2人を抑えてなんかゴールまでこのなんとか耐えていきたいところなんですけども、耐えたかったんだよな、ほらあーもうバカバカなの。ちなみに俺が今カメラに映ってなかったんですけど、エンストコイタ俺の後ろに追突してボテゴケした人がいます。この先ほども再スタートするときは謝りましたけど、この場を借りてもう一度言わせていただきます。大変申し訳ございませんでした。わざとじゃないんだよな、疲れてたんだよ、よくないな。疲れたときにリアブレーキなんか踏みすぎちゃう癖がまた出てしまいましたね。一時期この癖あんまちょっと治ったんだけど、なんだか最近ちょっとねまた再現してるような気がします。最近気づいたんだけどね、なんかね俺フロントブレーキがね甘すぎる気がするわ。ツッコミがなんかおかしくて、ツッコミが弱すぎてフロントブレーキ使わずになんかリアブレーキで調節しようとしてるような感じがあって、ちょっとこの辺をね今度修正しなきゃいけないなと思っています。とりあえずこのレース中ちょっとそれどころじゃなかったので、見ていただければ分かる通り、こうだいぶコーナリングが怪しくなってきました。あ、今思えば多分ねマシンをねちゃんとホールドできていなかったと思うんだよね、ブレーキングの時とアクセル開ける時だから、こうどんどんね動きがね怪しくなってて腕が上がってしまったんだと思いますね。ラップタイムはそれでも 58.4 か、もうヘロヘロだけど一応頑張ってはいるんですけど、さあこの時で多分俺今ブービーぐらいなんじゃないかな。なのでなんとかしてね、なこうビリになるのだけは避けたいところですけれども、ちょっと厳しいかなあ、だいぶ動きが怪しくなってきた。あ、そうだ、話を忘れてた。首の骨が折れた話しましょうか。これの前の週にですね、首の骨が折れた人がいまして、結論から言うと後遺症とかもなく今もう
回復しているらしいんですけど、やった人はですね、あの寝てないモータースさんでして、寝てないモータースさんはですね、ちょっと前にあの練習中に足首をやらかしてビッコ引いて歩いてるところから、ビッグモータースじゃなくてビッコモータースみたいな名前になったんですけども、今回の件でめでたく、首の骨が折れて、首の骨折れ太郎さんという新しい名前がつきました。何してんすか、もうあそこのそのフィニッシュアップの形が変わったのに気づかずに、なんだ、1周目か2周目から多分ね、勢いよく行きすぎて、それでやらかしたらしいです。ドクターヘリで運ばれてたらしいですよ。今俺笑いながら言ってるけどさ、これちょっと本当あれ笑いながら言っちゃいけない。まあ、わりかし本人元気らしいので、まあまた復帰するらしいので、お待ちしておりますので、早く良くなってくださいということで、はい、一応ブービーということでお疲れ様でした。厳しいレースだった。この動画がすごく良かったと思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなしゃす。